真犯人は船戸エレナです。桃太郎と金太郎、のり弁当と唐揚げ弁当の例えがうますぎて真実がわかります。暗号とベルトコンベアは関係なく、それ自体が全てを覆す証拠でした。愛妻ナマステ、こんにちは、酒猫でございます。今回は映画ラストマイル、こちらの完全解説考察を行ってまいりたいと思います。この動画を見ればあなたが疑問に思う全ての謎や伏線がすっきりわかり、この映画をもう一度見たいと思えるはずです。エレナのアメリカへのプレゼントと最後の爆弾、一番知りたかった答え、飛び降りた真相、最後にロッカーを探した五十嵐とコウの表情の意味、エレナが電話越しで私はどっちだと思うという問いの真相、筧真理香が偽装した上で自殺する必要があったかなど、細かな部分も含めて全ての謎や伏線、見どころが伝わるよう徹底的に考察解説しました。この物語は伏線が多く、なるべく物語の時系列に沿うような形で説明していきますが、動画途中からだと意味がわからなくなってしまいますので、ぜひ最後までご視聴ください。真犯人とファースト伝説。今回デイリーファスト社の偽 CM の発注者は山崎ですが、発注時彼は植物状態であり犯人ではありませんでした。作中で真犯人は婚約者の筧真理香だったことが明かされます。山崎タスクの名前はタスクと読みますが、タスクは天が人を助けるという意味が込められています。しかしこの漢字は優と読むこともでき、爆弾を送りつける CM を作成した依頼者の名前は優を付け加えたデイリーファウストでした。この物語は自身の魂と引き換えに悪魔と盟約したファウスト伝説になぞらえています。実際はミフィストフェレスが代理ですが、便宜上これを省くものとします。ファウストは悪魔と契約を交わし、最後には魂を奪われ体が死産したと伝えられていますが、黒焦げになったマリカの遺体は巫女から死産していると話されており、伝説と同じです。またファウストの大切な親族が墜落死したこともこのファウスト伝説と一致しています。作中で犯人は倉庫内のスタッフである筧真理香だということがわかるのですが、ピッキングスタッフである真理香が単独でホームレスの戸籍の買収や偽装、デリフォン爆破による捜査の攪乱、 CM の発注者を山崎にして過労死を暴露、爆弾騒ぎを引き金にしてデイリーファスト社を取り巻く労働環境の是正を図るなど、ここまでの壮大な計画と犯行を一人でできたでしょうか。いや、共犯者がいたというのが自然でしょう。もしこの物語がファースト伝説になぞらえているのであれば、依頼者のファーストを筧真理香だとして、登場人物の中に筧真理香と契約した悪魔がいることになります。私は悪魔にこう言いたい。戸籍偽装、捜査の攪乱、過労死の暴露、労働環境の是正、誰がこんなことを、と。すると悪魔はこう言うだろう。優秀な人がいたものですね。本動画では船戸エレナが共犯者である可能性を考慮しながら解説と考察を進めます。具体的にはエレナは2つの役割を担っており、1つ目はデイリーファスト本社からテロ予告の首謀者を見つけ過労死を隠蔽する役割、そして2つ目はエレナがデイリーファスト社の労働環境の是正を果たす共犯者という役割です。これら2つの視点を通じて、これまで見えなかった物語の真相に迫り、エレナの不可解な行動やセリフ、そして謎めいた暗号の意味が次第に解き明かされていくでしょう。エレナの嘘。前提としてエレナは主犯である筧真理香とアメリカで出会っていたことを打ち明けています。しかしこの時名前も知らず、彼女は旅行で訪れて一度だけしか会っていないと話していますが、これはこの時エレナが着ていた服の色と同じように真っ赤な嘘です。アメリカまで来た行動力のある筧真理香がせっかく出会えたエレナという機会をみすみす逃すわけがなく、山崎の名前を出さないわけがありません。現に爆弾やテロの可能性があるということを事前に知っており、本社のさらに報告しています。また作中ラストでエレナが筧真理香の最近の勤務形態を知っていることを匂わすセリフがありました。それでは一つずつお話ししていきましょう。筧真理香とエレナが出会った時、作中では意図的に会話がぼかされていますが、本社のさらにテロの可能性があることを提言していることからも、爆弾を利用することは筧真理香から打ち明けられていたことがわかります。アメリカまで赴く行動力と実行力のある筧真理香が偶然本社勤務のエレナと出会った時に彼氏が過労死したというぼかした話だけで終わらせるわけがありません。またそれだけではただの相談事だけにとどまり、私には関係がないとまで言い切っていたエレナを引き止める十分な理由にはならず、この時彼女を引き止めるための
山崎の名前や爆弾を仕掛けるなどテロ行為に及ぶ話をしていたはずです。しかしこの時点では具体的な計画性はなかったのでしょう。なぜなら筧真理香の行動力を考えればすぐにでも計画を実行に移す可能性が高く、これが4年前の話だということからもその時は何も起こさなかったというのがわかります。ではなぜそれが筧真理香と出会った4年後の今日実行されることになったのか。それはこの計画がエレナと打ち合わせたものだったからです。エレナが語る筧真理香の話はここで終わり、次にエレナ自身の話に移ります。1年目はやりがい、2年目は順調、3年目ではエレナはデイリーファスト社で不眠に陥るほど苦しんだことを吐露し、この時筧真理香のことを思い出したことも打ち明けています。エレナがデイリーファスト社の勤務体系の改善を強く望んだことは確かでしょう。またこの時に筧真理香のことを思い出し連絡を取っていたのであれば、この事件が4年前ではなくエレナと共に1年前から計画が練られたというものであれば時系列も一致します。さらに事件発生の3ヶ月前からエレナは休職中であり、偶然の一致にしてはあまりにもできすぎています。休職中なら1年計画した内容に関して3ヶ月で最後の具体的な手はずも整えられたはずです。しかし休職中にエレナが西武蔵野へ赴いたのは偶然だろうという考えもあるかもしれません。ただこれも次のことからエレナの計画のうちである可能性が高いです。それは4年前からさらにテロの可能性を報告していた事実があるからです。まず3ヶ月間具体的な手はずを整えます。そして準備が終われば筧真理香にエレナはこのように指示します。本社の皿へ西武蔵野へのテロの脅迫メールを送ろう。このテロの脅迫メールを受けた皿は必然的に4年前に同じ西武蔵野のテロの報告を思い出し、同郷である日本人のエレナを派遣することになるのは自明の理です。最後にエレナも脅迫メールがあったのではと言っていますが、これはあらかじめ知っていたから確信を持って伝えたのでしょう。本社のサラとエレナの関係は上下関係がない友人のように見えます。しかし相談に乗っているふりの時は日本語というエレナの発言から、これは仕事上近しい役職なだけでお互いが利用し合っていた関係なのかもしれません。余談ですが、この時の相談とは眠れなくなった労働環境に起因しており、ふりと言っているのはサラが全く自制することがなかったということがわかります。またエレナと筧真理香がつながっている理由のうち、エレナは筧真理香の直近の勤務実績を知っていたということです。最後のシーンで筧真理香をデータベースで調べるときに、直近で海外で勤務実績のある人で相当かけてと梨本に依頼しています。あまりにも早いシーンで見逃してしまいますが、なぜ3年前に旅行で来ていたと発言していた彼女が海外でも働いていたことを知っているのでしょうか。当てずっぽうというのもおかしく、本爆破事件は国内で起きた最近のものなので海外は関係ありません。筧真理香が最近海外に行っていたということすら思いつかず、ましてや海外勤務だということなんて思いもしないはずです。筧真理香自身が1年前からデイリーファスト社へ入り込み、海外と日本を行き来しながらエレナと話をしていたということは想像に難くありません。そして筧真理香が望む婚約者の過労死の実態を明かすというウォントと、エレナが望むデイリーファスト社の勤務体系の改善というウォント、この両者のウォントがつながった時、悲しき事件の真相が見えてきます。では映画冒頭から解説考察していきましょう。色、まず最初にエレナは梨本コウと出会うのですが、この時印象的な赤い服を着用しています。この映画では黒い服、赤い服、白い服の3色があり、それぞれ赤はデイリーファスト社側、黒は犯人側、白はユーザー側本人ということが実は映画の中で示されている場面があります。ちなみに梨本コウの服装はほとんどが灰色であり、これは傍観者という位置づけを示しています。五十嵐も基本的には傍観者という位置づけですね。電車に乗りコウに最初に出会ったエレナは赤い服装であり、まさにデイリーファスト社側ということがわかります。マリカと初めて会った時もデイリーファスト社側の赤い服装でした。梨本コウへの最初の接し方はかなりトゲトゲしいものでした。これはエレナの立場から考えれば
この中の誰かが山崎を過労死に追いやったかもしれないという考えが念頭にあったからなのでしょう。時差ボケと話していたのは本当であり、実際にアメリカから派遣されている背景があります。この時なぜ福岡から来たということをごまかし嘘をついていたのか、それは彼女自身が本社から依頼された過労死という事実の抹消とデイリーファスト社への是正という2つの役割を隠すためでした。ちなみに満島ひかりさんの演技も凄まじいもので、最後のサラとの会話シーンまで意図的に流暢な英語を話すことはありませんでした。ここも見返すと非常に楽しめると思います。ファースト伝説がこの映画でなぞらえているのであれば、悪魔は神と賭けをしており、この時の神が本社であるサラとするならば、この賭けというのは過労死があったかどうかというものなのかもしれません。サラからは山崎の名前があれば削除するように依頼されており、爆弾は冗談だと思いつつ保険として過労死の実態があればそれを抹消することが劇中では語られていないエレナを派遣したサラの目的なのでしょう。倉庫内に着くなり、エレナはラシモト公にネットを張った方がいいんじゃないかと提案し、転落防止ではなくはっきりと飛び降り禁止のためにネットを張ると伝えています。これはもともとサラが詳細を言わなくともマリカから山崎の過去を伝えられているからです。第一の爆発、警察がやってきて里中浩二が黒焦げで発見されたと話しています。しかしこの黒焦げのご遺体は UDI ラボの調査で筧真理香だということが後から判明します。この筧真理香だったということが分かったのは、 UDI ラボの長である上倉が厚労省時代に成し遂げたいと絶望していた全国の歯科患者のデータベース化がここで実現しているということを結びつけており、ファンにとってはとっても嬉しい描写でした。ただ婚約指輪だけは手放せなかったのか、指輪をはめた黒い薬指がもろくも崩れ落ちていました。悪魔と契約を結んで力を手に入れたファーストが筧真理香だとしたら、真理香は人間を試すことになります。そのうちの一つが、自身が死亡することによってデイリーファスト社の運送が止められないかというものです。もしこの時にデイリーファスト社の運送が止まり、全て検査されることになっていたとしたら、おそらく被害はほとんど出なかったでしょう。なぜなら実はこの爆弾による被害はあまり大きくなかったからです。皆さんは疑問に思ったでしょう。なぜ運送会社の佐野親子の目の前で段ボールが落下して爆発したにもかかわらず、近距離にいた佐野親子の息子と集配所のセンター長が無償で再び働けたのか。伏線として耐火性能のある洗濯機で爆弾が防げていたが、果たして本当に爆弾が洗濯機一つで防げる程度だったのか。理由は明白です。この爆弾自体の火力がそこまで高くなかったからです。事件が起きた後に死亡者が1名、その他重傷者という形で報道されている通り、その最初の死亡者というのが筧真理香だったからです。だからこそ筧真理香自身が無差別に人を殺したいというわけではなく、最初の自身の絶命によってこのデイリーファーストの運送が止まり、 CM から山崎の名前が結びつき、過労死の真相が解明されることを願ったに違いありません。山崎は最初にロッカーに暗号を記載していた通り、自分の命一つでこの輸送が止まればいいと願っていました。この暗号にはそのような意味があり、多くの方が考察していますが、実はそれ以外にも本作にはもっと大きな、この物語の全ての真相が覆るような内容がこの暗号には含まれています。その件については後ほどお話ししたいと思います。筧真理香は山崎と同じように自身の一つの命でこの運送を止め、 CM の依頼者である山崎という痕跡を意図的に残すことで過労死の事実を警察に突き止めてほしかったというのは間違いないでしょう。筧真理香が戸籍を偽装したのは婚約者、復讐者というバイアスを取り除きたかったからです。ただの復讐の上での自殺だと分かればそれは事故にはなり得ず、警察が山崎の真相まで捜査が及ばない可能性があります。またあくまで筧真理香の命ではなく、山崎から事件が発覚することで山崎が命を投げ出してまで行った行為が無駄ではなかったことを証明したかったはずです。さらに本当にただの一般人の命が奪われたという事実にすることで、デイリーファスト社が止めてくれるのか試したのではないでしょうか。ここでなぜ最初に爆破するのが自分でなければならないのかという疑問が残ります。
エレナや警察が何も突き止めなければ爆破は通常通り12回起きています。私たちとしては最後にちょっとしたトリックとして面白みがありますが、わざわざ自殺を選んでまで最初に行った理由がわからないと思う方も少なくないでしょう。犯行が終わるまで他の爆破に対してデイリーファースト社がどのように対応するのか見届けてから12個目で自分を爆破しても良いのではと思うからです。ファースト伝説では何度か悪魔がファーストを通して人間を試す場面がありますが、これもそのうちの一つでした。つまり自らの命と引き換えにデイリーファースト社を試していたという思いから行ったのでしょう。最初の爆破によって同社が出荷を停止検査していれば、後の11回の爆破は軽傷もしくは無傷で終わっていたからです。仮に出荷を停止しなかったとしても、全ての犯行を見届けずに自らの魂を差し出せたのは信頼している共犯者がいるからに他なりません。場面は五十嵐との会話に移り、五十嵐に出荷の停止もしくは出荷をするためのサインを求めています。なぜここでエレナは完全に配送を止めなかったのでしょうか。それはあくまでエレナの意思であり、デイリーファースト社および五十嵐の意思で止めたことにはならないからでした。ここでエレナはテロだったらどうするんですかと質問しており、これまでお話した経緯を聞けばこの質問が明らかに事前にテロの情報を認知しているということがわかりますね。この五十嵐との会話の中でさらに重要なのは、中身が何であれ私が出荷すると頼みましたと文章を作り、サインをしてくださいと話していることです。なぜサインなのか、合意を得るために契約してくださいなどの言葉を使わずサインという言葉を強調していたのは五十嵐の筆跡を調べるためです。つまり山崎との合意書で五十嵐が自作自演をしていないかを調べるための重要な証拠となるのです。またここで桃太郎と金太郎の例え話をしているのですが、これもまた重要な伏線なので後ほどご説明します。このサインもしくは五十嵐が出荷停止の意思決定をしていれば、エレナと家計マリカの計画はここで終了していたかもしれません。またエレナは五十嵐が配送停止の意思決定をしなかった場合に備えていました。エレナはテレフォンが爆発したかもしれないと爆発物の商品を絞り込ませることで、他の商品つまり爆弾入りの商品を問題ないとして出荷できるように功を誘導していました。この場面を注視すると、検査される前に時間を作り出荷を促すように功に指示していることもわかります。やっちゃん、その後運送会社の佐野親子によるやっちゃんの話が登場します。実は山崎の父親がやっちゃんと呼ばれるモデルである可能性が高いです。名字が同一である可能性や佐野親子の発言でやっちゃんは病死したと話していますが、山崎の父親も病死しており、筧麻里香が渡米した日付も含めて時系列や状況が一致しています。やっちゃんの人物像として2つの可能性が考えられます。1つ目はやっちゃんは1日に何個も荷物を運んで立派だったと言われていますが、植物状態の山崎タスクの医療費を賄うために激務に耐えていた。2つ目は山崎タスクが運賃が上がらず激務に苦しんでいた父親の現状を見ており、父が苦しいことも自身も苦しいことという2つの重圧からブラックフライデーが怖いと話していたのではないかと考察しました。私は2つ目の考察が当てはまるのではないかと考えており、山崎の飛び降りの理由はブラックフライデーから父や自身を解放するためにベルトコンベアを止めたかったのではないかと思います。もしかしたら自分よりも父親を救いたかったのかもしれません。山崎が最後に見つめていた12箇条の社訓ですが、全てはお客様のためにではなく限界は自分で決めるを見つめており、限界を感じて飛び降りたものと推察されます。もしくはやっちゃん自身も父親自身も限界だったのでしょう。そして爆弾の数も同じように12個であり社訓に沿っています。しかし爆弾のリミット限界の数が12個だということは誰が決めるのでしょうか。やっちゃんが山崎の父親であるならば、デイリーファースト社の下請けという身分にもかかわらずデイリーファーストに訴訟は起こしづらく婚約者が原因だという同僚の話を信じたかったでしょう。人間は都合のいい方を選びがちです。本来ならば
デイリーファーストが嘘をついていると訴え続けている婚約者の話を聞き、真実を追求するべきですが、山崎の父親は筧真理香に対して、これらの状況から都合の良い方を選び、あんたのせいで息子はこうなったと責めたのでしょう。ちなみにこの同僚というのが五十嵐のことであることが作中で分かり、エレナが事前に知っていたということも最後に分かります。だからこそエレナはデリフォンの爆発の時に罪の意識とともに山崎を思い出し、止めてほしかったのかもしれません。主人公たちがつなげた未来。次にショッピングモールの爆発では、ミュー404の第3話に登場した勝俣が基礎に入隊しています。実はアンナチュラル第7話に登場していた白井もバイク便で六郎に医療器具を渡しています。2人とも過去に犯罪に手を染めた経歴がありますが、ミュー404とアンナチュラルの主人公たちが彼の罪を受け止めたことで、今では社会や命をつなぐ役割を担っています。悪い羊。やがてデリフォンに異常は見当たらないことが分かり、エレナは注文が溜まっているから出荷と話し、倉庫内の製品を出荷し始めます。エレナは悪弾はどこにあるのかという質問に対して、悪い羊がいるのではないかと話しています。この時のエレナの服装は黒い服であり、これはエレナが犯人側の視点で倉庫内にある爆弾が仕掛けられた製品を出荷することに成功していることを示しています。またここで五十嵐をデータベースから調べ上げており、この時から山崎は結婚で揉めていたと話していた人物が五十嵐であることに確信を得ていたと考えられます。実は何度かエレナは作中で自分のことを例え話にしている傾向があります。この時も悪い羊がいるんじゃないかとコメントしたエレナの服装が黒い服であったことから、これは自分自身を例えているものと思われます。ちなみに悪い羊、そして黒い羊はバフォメットのことであり、これはキリスト教世界における有名な悪魔です。 SNS での犯行予告を止める時も、みんな働きすぎたからおかしくなっちゃうんだってと自身を例に出して発言しており、これは後に梨本光が自分のことだったんですねと指摘しています。このように実はエレナの例え話はある程度理解があれば非常にうまく例えられていることが分かり、これも次の伏線と事件の真実を解明するヒントとなります。私たちのウォント。場面は佐野親子の話になり、息子が日の本電機の洗濯機メーカーに勤務していたということが話されます。これは最後の見事な伏線回収となっており、ここでの息子の重要な会話として、他社よりも耐熱温度を高くして堅牢性を持たせたことで費用が高くなり、他社メーカーに価格で負けてしまい倒産したと話しています。これが最後のラストマイルのタイトルと、この言葉の伏線回収につながっています。ここは本作の重要なテーマにも関わってくるので触れておきたいと思います。現実にも日本では海外による家電メーカーの買収や倒産が起きており、社会問題にも発展しています。エンドユーザーが購入することをその会社への投資と考えず、ただ安い方を選ぶことでその会社が倒産してしまうという構造は、今回のデイリーファースト社にも言えることではないでしょうか。例えば映画のモデルとなったデイリーファースト社は、是正の抜け穴を積極的に探し、合法的に日本国内の納税を逃れるという方法が行われています。実際に国税庁に対してとある国会議員がこのように質問しています。デイリーファースト社の言い分としては、日本でのシステム運営と顧客サービスを担当しているに過ぎない、販売を行っているわけではなく、販売しているのはあくまでもアメリカ法人であるから法人税はアメリカに支払うとされているが、これが事実かどうか。つまり国内に対する納税額があまりにも低く、税収が日本へきちんと還元されていないのではないかという質問です。国税庁はお茶を濁す回答でした。デイリーファスト社の言い分としては、日本の雇用機会を作っているというものがあります。しかしほとんどが法定ギリギリの低賃金の契約社員であり、エレナが行っていたように仕事を与えているというのがある種脅しのような立場です。国内に対しての納税をほとんど行わず、国内の貴重な労働力をできる限り低い賃金で働かせているという構造があり、作中でも語られている通り、従業員への残業代の未払いなども発生しています。さらに人手不足は問題視され、現在は2024年問題として大きな社会問題へと発展しています。私たちが目先の安く便利なものだけをボンとした結果、デイリーファースト社はできる限り安く済ませるために支払っても良い税を納めず、そしてその付けを支払わなければならないのは私たち国民です。
結局私たちが目先の安いものを求めたことで自分の首を絞めてしまっている現状なのかもしれません。本作は我々が本当に欲しいもの、つまり want とは一体何なのか、目先の安いものなのか、それとも我々の未来なのか、この考え方一つで日の本電機の行く末と同じ未来が待っており、そういった大きなテーマが本映画では取り上げられているような気がいたします。では逆に want がなければいいのかといえばそうではありません。エレナがナシモトにこの近隣で美味しいものがあるかどうか尋ねた時、彼は特に何もないと答えていました。これはエレナが指摘している通り、ナシモト自身に欲がないから探していないだけです。ナシモトもワントがないためにファストフードに頼ることになっているのですが、これは結局傍観者でいることが実はただ流されているだけであり、デイリーファースト社の一部となっていることを示唆しています。つまり求めること自体は間違いではなく、便利さを求めているわけではない、ただ意思決定をしていないだけなのです。この意思決定をしていないという部分は五十嵐にも共通して言えることでしょう。本来の want とは責任を持ち自分の考えで意思決定をすることです。しかし現代社会に生きる我々は便利さに慣れすぎてしまい、意思決定をないがしろにし、外部から与えられる want がまるで自分が意思決定をしていると錯覚してしまっている状況なのかもしれません。我々自身が求めなくともパーソナライズド広告など相手から求めそうなものを提示されているに過ぎません。我々に今足りていないのは責任感を持って意思決定した先にある want なのかもしれません。そして最初のデイフォンの爆破はそんなデイリーファースト社の意思決定を求めていたのだと感じました。エレナの誤算。偽の CM を見つけた時、エレナは犯行予告の警察への告発を阻止しています。実はこれはエレナにとっても1日早い予想外の出来事でした。エレナとしては12個の爆弾を見届ける、もしくは12個の限界まで行い、それまでにデイリーファースト社が何らかの出荷停止措置、もしくは過労死の実態がつかめれば筧真理香は死なずに済むと話していたはずです。しかし前日の通り、筧真理香はエレナの意思に反して罪を贖うのと同時に、山崎と同じように一つの命によって大きな過ちに気づき、出荷が停止することを試みていたのだと思います。この偽の CM では赤と黒の玉が箱に詰められているのですが、印象的なエレナの赤い服、黒い服が思い出されます。ここでのエレナのニューヨーク株式市場発言から、実はアメリカ本社から来たこと、是正を求める復讐が心の内にあることがわかります。福岡から来た日本勤務にもかかわらず、本社アメリカの株価を異常なまでに気にしています。これはエレナがアメリカからの使者であることの伏線でもあるのです。予想外の1日早い株価の暴落は、エレナが考えていた交渉材料の破綻を意味しています。日本が金曜だとすれば、アメリカは木曜日。ここでアメリカの株価を木曜金曜と段階的に下げては意味がありません。デリフォンを利用してできる限り高値を更新して翌日に持ち越し、株価が変動しない土日で事件を起こし、最後に五十嵐に労働環境の是正を交渉する材料にしなければならないからです。五十嵐に対してニューヨーク市場が開く月曜の前に羊急便の雇用の改善が行われれば、出荷停止はせず株価の大暴落は避けられると交渉が行えます。実はこれ、山崎がベルトコンベアを止めてまで守りたかった父親を5年前からの死者として山崎の思いを遂げることにつながるのです。データベースを削除したのも同じことで、1日早く事件が進行することは計画の破綻を示します。データベースから調査されたは、エレナが話していた通り、すぐに株価へ影響が及びます。そのため計画では最悪、筧真理香の12個目を最後に爆破、依頼者、山崎、データベース、過労死の発覚という段取りでしたが、最初に爆破してしまったために、爆破、依頼者、山崎、警察の調査、植物状態の発見、過労死の発覚と時間を引き延ばせるためにデータベースを削除しました。ケースに不都合なことをデイリーファースト社は隠したのではという工作も同時に行えたのですが、まさかの公明があだとなります。最後の目的。エレナが倉庫内に泊まり、自社製品を自分で購入して利用しているシーンが映し出されています。倉庫内にはまだ爆弾がある可能性があり、これはエレナが常に念頭に置いていたバリアスポイントですが、彼女が無造作に製品の蓋を開けている様子が描かれています。
一般人であれば集団バイアスにかかるでしょうが、エレナは中で事件の詳細を知っている側です。たとえ共犯でなくとも可能性は残るため、爆弾の在りかを知らなければあそこまで無造作に開けることはできないのではないでしょうか。少なくとも私は怖くて無理です。ここで CM を依頼したのが山崎であることが判明します。筧真理香は山崎を依頼者にすることで、前日の通り警察が山崎とデイリーファスト社の過労死について調査を行うよう仕向けたのです。その後警察から出荷の一時停止を要請されます。ここで大倉さん演じる刑事があっさり濁りませんでしたね、山崎と山崎と発言しています。これは一度目の鑑賞ではエレナが山崎のデータベースを削除していた裏付けとも捉えられますが、一度削除しただけでここまで自信を持って山崎と発言できるのでしょうか。私はこうやって何度も喋りながらやってるので、なんとか山崎じゃなくて山崎って話せてます。つまり日常的に名前を口にしていなければしっかりと山崎と言えないのではないでしょうか。日常的に山崎の名前を口にしていたという示唆も含まれているのかもしれません。この時全ての商品が警察に押収されそうになるのですが、それだとエレナの計画が破綻してしまいます。この計画のために必要のない商品については検査させないようにし、検査してから出荷するように促したのです。ここでエレナは予告でも使われた止めませんよ絶対というセリフを口にします。しかしよく考えるとこれは非常におかしな話です。これでは出荷する商品だけしか検査されず、倉庫内に爆弾が残っているというリスクが排除しきれないからです。無限に検査を続けることはできないので、いずれ警察の検査を終わり、デイリーファスト社がその検査を担わなければならなくなります。また出荷検査の途中で倉庫内で爆発が起こってしまえば、それこそデイリーファスト社が指示したという大失態となり、大惨事を引き起こす可能性があるのです。つまりいくら売り上げが止まるからとはいえ、責任者の立場であれば倉庫内に爆弾が残っているという可能性の方が恐怖でありリスクです。エレナはこれをあえて選んでいたということになります。警察が全商品を押収するというのであれば、警察に全商品を徹底的に調べさせた方が被害者として公的機関に従うという大義名分を得ることができ、リスクマネジメントとしても適切だったはずです。切れ者であるエレナがこの点を考慮しないというのは考えにくいです。ではなぜエレナがこのような行動を取ったのか。それはエレナの最後の計画のためでした。梨本校の質問である爆弾はどこにあるかのエレナの返答と、エレナがさらに向けて発言した最後の言葉、この2つが重要な鍵となります。エレナは梨本に爆弾が本当は11個だったら無限に探し続けるという恐怖を与え続けることになり、私が犯人ならそうすると話し、さらにはあなたにプレゼントがある、爆弾はまだあると言い放っています。もし本当に爆弾が残っているのであれば、単にさらに恐怖を与え続けるだけではなく、デイリーファースト社内の労働環境の是正にもつながる可能性があるのです。なぜなら全ての商品在庫を検査することで出荷を一時停止し、ベルトコンベアを完全に止める機会が生まれるからです。検査を行いながら出荷するにせよ、即日出荷ができない状態となり、検査によって一定の余裕が生まれます。爆弾を屋外で爆発させることによって、山崎の父親、羊運送の救済、爆弾を内部に置くことで本社内の労働環境の是正がエレナの最終目的でした。しかしサラがエレナの発言をただの脅し文句だと捉えればそれで終わりです。だからこそ本当に爆弾が残っている証拠をさらに示す必要があります。実はその証拠が本作で描写されており、エレナはさらにこう言えば良いのです。最初のデリフォンの爆発は爆発物ではなく、カセットコンロに火をつけたことによる爆発だったと。つまり爆弾はまだ倉庫内に一つ残っているということです。実は映画パンフレットの袋閉じ部分に筧真理香を演じた新村さんのインタビューがあり、カセットコンロに火をつける爆破シーンと発言しています。鋭い刀だ、あれはスイッチが壊れた爆弾だと思うでしょう。これが本作で鑑賞者を見事に欺いた最大のトリックでした。2年前からのウォント。作中でエレナが誰かに電話で相談していますが、この相手は本社のサラです。これはラストで相談している時は日本語という発言からも分かります。当初はエレナとサラは友人関係だと思いましたが、エレナの最後のセリフで私の相談を乗っているふりと発言していることから、2年前からサラに劣悪な環境について相談していたものの、それは単なるふりに過ぎず、一向に状況が改善されなかったことがこの一言から明かされています。もしサラがエレナのウォントをしっかりと受け止めていれば、もしかしたらこの事件は起きなかったかもしれません。うますぎる例え。電話の中で私はどっちだと思うというのは
金太郎なのか桃太郎なのかということかもしれません。五十嵐や警察には商品だったら爆弾だったという例え話で、桃太郎を送り込んだと思ったら金太郎だったという例えを持ち出しています。海苔弁当だと思ったら唐揚げ弁当だったという表現はまだわかるのですが、桃太郎を送り込んだと思ったらという送り込んだという言い方は妙だと思いませんか。実はこれデイリーファスト本社支店の例え話の伏線となっています。桃太郎と金太郎の違いについて簡単にお話ししましょう。桃太郎は明確に鬼、つまり悪を倒す役割を担っています。サラはエレナがテロ予告のメールを送った犯人を倒す、見つけるために桃太郎を送り込んだつもりでした。金太郎の物語には明確な悪はありません。金太郎は同じ山に住む自分より強い大きな動物たちを倒して最終的には侍になるという出世の物語です。つまりデイリーファスト社という大きな山にいる上司に立ち向かっていくエレナの姿を示しています。私はできる、やり遂げられると電話で話していたのはサラにとってはテロの主犯を倒すことだったと思いますが、実はエレナにとっては金太郎でありデイリーファスト社の是正でした。だから私はどっちだと思うという意味は、私は桃太郎と金太郎のどっちだと思うと付け加えればデイリーファスト社視点で桃太郎を送り込んだと思ったら金太郎だったという例えそのままの意味となります。また通常の商品だと思ったら爆弾だったという話の例えとして、海苔弁当だと思ったら唐揚げ弁当だったという形で表現しています。皆さん思い出してみてください。エレナが開けそうになったあの爆弾、あれパッケージは何のおもちゃでしたか。この唐揚げ弁当というのがエレナが開けそうになったあの爆弾の焼き鳥のおもちゃの可能性が高そうです。あからさまに焼き鳥弁当と言ってしまうとエレナがそれを知っていることが明らかになってしまうため、唐揚げ弁当という形でぼかされているのでしょう。つまり海苔弁当だと思ったら唐揚げ弁当、爆弾だったというのは中身を知っているからこそのうますぎる例えだったということです。エレナがその焼き鳥のおもちゃは爆弾であることを知っているということはどこで示唆しているのか、知っていながらなぜそんな爆弾に引っかかっていたのか、これこそが本作の最大のトリックなのです。最初で最後の爆発、筧マリカの最初の爆発が微妙なトリックだと思わせることで最大のトリックを忍び込ませています。エレナは山崎をデータベースから削除することで事件発覚の遅延を試みましたが、まさかの現代の孔明のような見通しで孔がエレナが削除したことを見つけ出します。孔に完全に共犯者もしくは犯人だという疑いがかかりますが、1回目の鑑賞ではそれがミスリードだということがわかります。しかし今回のように犯人だと思わせて犯人ではなく、でもよく考えればやはり犯人だったかもしれないという二重三重のブラフがここには込められています。孔に割れそうになった時、エレナは焼き鳥パズルの爆弾に巻き込まれるのですが、なぜ若間に止めることができたのでしょうか。前回もお話ししていた通り、無造作に全ての商品を開けていたエレナがここで寸止めすることができるとは思えません。爆弾をあらかじめ知っており、孔の疑いを晴らすために利用したのではないでしょうか。それにしては命を張りすぎていますから、何らかの保険が必要です。その保険とはスイッチが壊れて作動しない爆弾のことです。それであれば開けてしまった演技をしつつ、爆発はしませんが爆弾に巻き込まれたことを演じることができます。ここで鋭い方なら、スイッチが壊れて作動しない爆弾は筧マリカが使ったはずだと思うでしょう。しかし実はそれは立証されておらず、なぜそのような勘違いをしたかというと、もしマリカが使ったのがスイッチの壊れた爆弾だったらという発言が残っているからです。しかし実はこの発言をしたのはエレナ自身であり他の誰でもありません。私たちは無意識に筧マリカが使った爆弾は壊れていたものとエレナの発言から断定してしまったのです。これは前述の通り、パンフレットでも筧マリカ役の三村さんのカセットコンロに火をつける爆破シーンと記載があり、爆弾というワードは一切出てきていません。つまり最初の爆発ではスイッチが壊れて作動しない爆弾は使用されておらず、ガスが充満した部屋で火をつけてガスボンベによる爆発が起きたと推察されます。さらに爆弾ではない理由の一つとして、冒頭で説明した通り爆弾の威力が関わってきます。
波形マリカの遺体だけが黒焦げで試算されており、明らかに他の爆発と威力が同じものではないことが分かります。もし波形マリカの爆発は爆弾によるものではないという説が正しいのであれば、爆弾はあと一つ倉庫内に残されているということになります。仮に壊れていない爆弾だったとしても、エレナは意図的に箱を開けようとした可能性も考えられます。なぜなら作られた爆弾たちは佐野親子の息子が無事だったように、そこまで威力の高いものではないことを知っていたから、甲の追及を逃れるための一か八かのブラフで使えるからです。またこの時エレナは白い服装であったので、素のエレナが誤って開けてしまったと考えることもできそうですね。しかし甲の疑いを即座に晴らす方法、寸前で爆弾を止めた、スイッチが壊れた爆弾は家計マリカのものではないという、このような状況証拠が揃った今、誤って開けてしまった方が不自然なのではないでしょうか。劇中でも刑事はこのように発言しています。品目数だけでも3億、この中からたまたま爆弾だけを選び、たまたま疑われるタイミングでたまたま寸止めができたというのは本当にあり得るのでしょうか。セール商品を少なく見積もっても何万とあるでしょう。私はこの時の満島ひかりさんの演技に凄みを感じました。逆に他の演技に何か違和感を覚えていたくらいです。この考察が正しく、満島ひかりさんが演技の中で演技を行い、演技で隠したのだとしたら、天才の一言につきます。こうは愚か、客観視できる私たちすら騙されるのも当然と言えるでしょう。この時コウにマリカのことを話すことで、エレナはさらに信頼を得ています。マリカがすでに亡くなっていることをエレナは知っており、そこで真実を明かすことに問題はありませんでした。最後に焼き鳥になるところだったという意味もいろいろと考えられそうですね。唐揚げは油で揚げるものですが、焼き鳥は文字通り焼くものです。私は家計マリカの最後を思い出しました。前述の通り、家計マリカの爆発が今回の爆弾によるものでないのだとしたら、爆弾は倉庫に一つ残っていることになります。エレナがさらに伝えたアメリカへのプレゼント、爆弾は残っているという発言にも筋が通り、単なる脅し文句ではなくなります。断定はできませんが、わざわざアメリカ本国から輸入して検査装置を手に入れたという描写がある通り、日本から輸出してアメリカ本国へ何か送るということはできそうです。日本由来のそれが何かだったら、タラへのプレゼントになるかもしれません。ちなみに焼き鳥も割と世界の共通言語です。エレナはここで白い手帳を買ったと話していますが、これは今まで行った全てが載っていたレールの修正を行うようなものであり、最初にエレナが求め買った手帳のように、エレナの新しいウォントは今まさに始まったのだと思います。最後に船戸エレナは全ての計画を実行し終えて、やっと安らかな眠りにつきますが、これがパトカーの中というのもいろいろと考えさせられます。家計マリカの家計とは、水を引くために仮設した水路のようなものです。船戸エレナはそのまま渡し船であり、水路を利用して人々や物を運搬することを表しています。この2人の命を懸けた行いによって、デイリーファスト社は、いやデイリーファストで働く人々の水面に映る日の出になったことは言うまでもないでしょう。 2.7m セックゼロ。ロッカーの暗号は山崎が書いたもので、ロッカーの中にあったものはベルトコンベアの仕組みと耐荷重について書かれていたカタログのようなものでした。秒速 2.7m はセンターの荷物を運ぶベルトコンベアの速度で、重量制限が 70kg とされていました。そして矢印で0と書かれているんです。この0というのが、つまりデイリーファースト社の稼働率を0にするという意味で、あのグラフに書かれていた円グラフを示しています。これは前述の通り、自らの命をもって止めるという考察にとどまらず、何よりも父であるやっちゃんを救いたいという意味の方が強いでしょう。山崎の父親からデイリーファーストへの責任追及を美琴の母親は相談されており、山崎はまだ意識があった時にデイリーファースト社を訴えないという覚書を交わしていました。また山崎が結婚の問題で悩んでいたという同僚の証言があったため、父親は訴訟を断念します。しかしこの同僚というのが実は五十嵐であり、五十嵐自身がこれが過労死ではなかったという拘束を行っていた可能性が高いです。なぜなら五十嵐自身が山崎を追いやった張本人だからです。
さてここでロッカーの文字の真相に迫りますが、重要な2つのポイントがあります。1つ目はロッカーの文字は本当に山崎が書いたものなのかという点、2つ目はデイリーファストを訴えないという覚書は本当に山崎が書いたものなのかという2点です。この2点ですが、このロッカーの暗号が存在するだけで、実はどちらも点と点が線で結びつき、山崎が過労死に至ったということを立証することができます。一つずつ説明していきましょう。まず意識が朦朧としていた山崎が本当にそんな覚書を書くかどうかは非常に疑問ではありますが、劇中では明確にその答えは示されておりませんでした。しかしながらこのロッカーの筆跡と覚書の照合を行い、もし同一のものでなければ五十嵐の他の筆跡を調べることで、これが五十嵐が自作自演で書いたものだということが分かり、覚書は無効になります。このロッカーにはメートルセコンドと書かれており、使われているアルファベットは M と S で、山崎の名前である M と S、ヒロの K がそのまま使われています。そのため署名を照らし合わせることができるのです。逆にこの覚書自体がロッカーの筆跡と同一のものであれば、それはこのロッカーに五十嵐が書いたものであるという証明になり、婚約者のせいではなくベルトコンベアを転落で止めようとしていたという過労死を企てていたエビデンスにつながります。つまりどちらに転んでもこのロッカーの暗号が存在し続けるだけで、山崎が過労死した証拠になるというわけです。だから最初にそれを知らないエレナはひたすら五十嵐のサインを求めていました。前日の通り、筧マリカは最初の爆破で死ぬ予定はエレナの中ではありませんでした。だからこそロッカーの暗号に気づいた時、彼女を探さなきゃと涙を浮かべて話していたのは、その時すでに亡くなったことを知っており、遺体になった彼女に報告しなきゃという感情からでした。死んだかも知るはずもない、名前すら覚えていない犯人に涙を浮かべることはないはずです。そして皆さんも違和感を覚えていたであろう、一番知りたかった答えがロッカーにあったというエレナのセリフですが、これは共犯者としての目線であり、五十嵐にサインまで求めて知ろうとしていた覚書が偽装なのかの答えがそこにあった、彼女は死ぬ必要はなかったという思いから発言したものでした。最後に五十嵐がロッカーに走り込んで確認をした理由は、過労死した明確な理由と証拠がそこに残っているとエレナから教わったからでしょう。私は五十嵐が偽装して覚書を書いたものであると考えています。ロッカーの暗号はよく見れば、例えばドットなどが W に近い特殊な筆記であり、真似て書いてもこの辺りは見逃しそうです。作中でも明かされていますが、山崎をかなり酷使していたのは五十嵐自身です。死んでも止めるな、山崎はどうしているとかなりの剣幕で五十嵐は山崎にまくし立てていました。つまり中村智也さん演じる山崎をここまで追い詰め過労死させたのは五十嵐だというわけです。そのため落ちたその瞬間、それが自分のせいだということが分かれば、上司である五十嵐はポストを失うことになります。そこで婚約者のせいにして覚書を工作することで、彼はこの事件を隠蔽していたのではないでしょうか。そのため証拠が見つかれば彼の人生はさらに高いところから転落するわけです。エレナと五十嵐との最後の会話ですが、この時五十嵐の服装は中に赤い服を着て上から黒いシャツで覆っています。つまりこれはどういう意味かというと、先ほどもお伝えした通り、赤はデイリーファスト側の人間、黒は犯人側の人間と考えると、五十嵐は赤い服を着てデイリーファスト側の人間だという状態と、さらに山崎の過労死を工作した犯人という二重の状況をこの服装で表しています。ちなみにこの時エレナの服装は赤と白のシャツの上に黒いニットを羽織っていました。全てが混在する立場であるということがエレナの服装からも示されています。五十嵐との会話でもう一度見る方は満島ひかりさんの素晴らしい演技に注目してください。5年前に残っているのはあなただけだから不安にならなかったのか聞いてみたくてという会話は、山崎を追いやった張本人が五十嵐だと知っていて、最後に五十嵐に罪の意識があるのかを確認していたものでした。しかし五十嵐は自分が不運だったと反省する様子は全く見せませんでした。ここでエレナ演じる満島ひかりさんは、筧マリカが捕まったらそう言うといい、納得するかは分かんないけどと目に涙を浮かべて話しています。これは筧マリカがすでに死んでいること、五十嵐が最初にデリフォンを止めていれば被害がなかったこと、その悲しき思いを一瞬のセリフで全て表現しています。また五十嵐に対してもこのように発言しています。
私は5年前からの使者だ。これは使いの者という意味と死んだ者という二重の意味が含まれており、その言葉通り山崎と筧真理香のその思いを継いで成し遂げたということ。さらにここで五十嵐の覚書の工作が全て崩れることを伝えたのだと思います。もしかしたら最後にもう一度罪を告白する機会を山崎の代わりに与えたのかもしれません。五十嵐は息を切らしながら山崎のロッカーを確認し、全ての隠蔽が明るみに出る可能性があることを知ります。しかしそれを知っているのがエレナと五十嵐だけであれば、エレナが何も言わなければそのまま隠蔽し続けることが可能です。五十嵐は山崎が転落したその場を見下ろし、全ての罪を告白するかを考えているようにも思えます。そして最後にコウがエレナから鍵を託され、あのロッカーを見てハッとした表情を見せたのは、その暗号の意味を知ったからです。本当の意味です。それは五十嵐の罪を証明するものであり、責任者としてどう動くかをコウに訴えかけていたという意味です。五十嵐が告白するのを見届けるか、それともコウ自ら責任者として告発するか、それとも前任者と同じように見て見ぬふりをしその呪いを次に渡すかという立場になったということが分かったからです。そして今までの責任者全て見て見ぬふりをしてきたということも分かり、あのような表情を見せたのでしょう。今まで傍観者だったコウ、グレーのパーカーを着ていて、それはデイリーファスト社側の人間でもなく一般人でもない傍観者の色でした。最後にコウはどのように動いたのか、ぜひ皆さんの予想を教えてください。今回はエレナを悪魔、メフィストフェレス側で考察しましたが、筧真理香自体が悪魔、メフィストフェレスで、ファウストが船戸エレナだという考えもできます。この理由は簡単で、ファウストが悪魔に求めるものは全部で、つまり梨本コウが船戸エレナに質問した何が欲しいのかという答えと一致しています。かなりの量の指輪もそのような欲を表しているのでしょうね。いずれにしても服装から情景全てを使い、この世界を丁寧に仕上げた塚原あゆこ監督、不明瞭なトリックに見せかけた壮大なトリックで全ての観客を驚かせるだけにとどまらず、涙とエンタメが入り混じる絶妙なバランスで保つ世界を構築した乃木明子先生、お二方には脱帽です。本当願わくば弟子として仕事をご一緒させていただきたいです。ぜひその他皆さんが気づいた発見や感想コメントをお待ちしています。今回は私が作る動画の中でも最長のものとなりますが、それだけ本作への愛を込めたつもりです。 YouTube を始める前からアンナチュラルやミュー404は大好きな作品で、このような動画を作ることができたことがとても嬉しいです。ぜひこの作品が大好きな皆さんと会話できたらとても嬉しいので、コメントよろしくお願いします。コメントは全てに目を通してますし、直近の動画だったらできる限り全てに返信しています。引き続き皆さんに映画の楽しみをたくさん伝えたいと思っておりますので、チャンネル登録、高評価の応援をよろしくお願いします。メンバーシップではラストマイルを含めたその他映画のリスナーとの交流や毎週最新映画の速報レビューなども行っており、当チャンネルの継続にもつながりますので、ぜひご検討ください。非常に長い時間でしたが、リスナーの皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。そして最後にこの映画に携わった皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。邦画の傑作となるこのような作品を作っていただき、本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。おまけの感想、すいません、編集途中なんですけれども、今録音を終えてまだまだ情報が追加されていくので、この中で私が考えた考察っていうか、まあ脚本がない状態なんですけれども、思ったことをここで追加させてください。よろしくお願いします。今編集しててたまたま気づいたんですが、筧真理香が爆弾を作ってる男とやり取りしてる DM の中に、なんとか人間って他の人間と DM してる形跡があったんですよ。7ヶ月前なんで、もうこれ間違いなく共犯者いるし、もう1年前って言ったらもうエレナのね、あのお話の通りなんで、もうほんと作り込みが素晴らしい。あとこれ脚本を書き終わって録音もやっと終わって、うわ50分かって思ってるところなんですけれど、そもそもラストマイルの謎が集約された文章の中で桃太郎と金太郎入ってましたね。いやーこれ気づいたのびっくりした。なんで多分桃太郎と金太郎のあの説は正しいと思います。ほんとこれね、後撮りなんです、全部録音を終えて。すごい、こっからまた増えるかも
音声入れてますけど、いや本当ラストマイル最高でした。ではおつねこ様でした。バイバーイ。いやまだ増えました、まだ増えました。この動画っていうか画像を見てほしいんですけれど、これ糸巻さん左横にいますよね。いやーびっくりした。これもこの糸巻さんって誰かわからない方いらっしゃるかもしれませんが、これはミウ404に登場しているスパイダー班を束ねる糸巻さんですね。ちょっとこの時系列を確認しにまた映画に行くと、もう次の公開がずっと先になってしまうんで確認できないんですけれど、もしこれが仮に事件が起きる直前とかその前だったら、もしかしたら何か情報をキャッチしている可能性ってありますよね。まだまだ考察しがいがあります。本当ラストマイル楽しい。これが本当に最後でした。本当ここまで見てくれてありがとうございます。最後まで見てよって方コメントください。ではおつねこ様でした。バイバーイ。